いいね、うわかっけー壁クラッシュ。はいどうも、キジンです。はい、ということでね、今回もサンブレイクやっていきましょうということで、よろしくお願いします。はい、ということでアップデート来ましたねいや第4弾やっと来たということでね、今回やっていこうかなと思います。で、ゲームバージョンの方は、バージョン14になるということで、まあ、追加モンスター以外にもですね、まあ、拠点周りとかも若干アップデート来てたりしておりますんで、公式サイトの方でね、確認しておくといいかなと思います。で、まあ、ちょっとね、まあ、クエスト行く前に、まあ、ちょっと見て回ってね、まあ、拠点周りの方は、これすげえの追加されたじゃんみたいなとかね、まあ、いろいろありましたんで、この動画の中で、まあ、ちょこっとだけ触れていこうかなと思います。ということで、やっていきますか。それじゃあ、レッツゴー。ということで、まあ、早速ですね、まあ、今回のアップデートで、一番すげえなと思った追加ポイント、まあ、こちら。アイテムボックスの、まあ、一番下の欄なんですけど、ハンターマイセットっていうのが登録できるようになりました。これですね、まあ、何かというと、まあ、こんな感じに、まあ、アイテムマイセット、まあ、作ったやつですね。アイテムのマイセット作ったやつと、まあ、装備のマイセット、まあ、作ったやつですね。を、まあ、一緒にね、セットで登録してくれると。まあ、しかもですね、まあ、重ね着も必要とあらば登録できますんで、このアイテムマイセット、装備マイセット、重ね着マイセットがね、もう3つで1セットみたいな感じで登録できるセットになっております。で、まあ、このシステムね、マルチとかやる場合に結構ね、輝くかなと思ってて、まあ、俺普段ね、マルチはこのいつものやつってやつと、まあ、このね、近畿汎用ってやつ使ってるんですけど、まあ、たまにね、あの、気分転換で、他の武器使いたくなることあるじゃないですか。まあ、俺も特に、まあ、ランスとか、あとヘビーボウガンですね。まあ、よくマルチで使ってたりするんですけど、ヘビーボウガンにするときって特にさ、弾とか補充しないといけなくて、まあ、ちょっとね、準備に時間かかっちゃったりするんですよね。野良マルチだと、準備時間が結構長いと、他の人待たせちゃったりして迷惑になっちゃったりするんで、まあ、ヘビーボウガン使えねえやって時よくあるんですけど、まあ、この機能をね、ワンクリックでもう弾まで全部補充してくれるんで、まあ、普段ハンマー使ってて、まあ、たまにね、ヘビーボウガン使いたいっていう時にこれクリックして、まあ、これにして、で、まあ、ハンマーに戻したいっていう時に、まあ、こっちねクリックすれば元に戻るっていうね、いやかなり素晴らしいよね。あと最終とかね、まあ、たまにね行く時あるんで、最終のマイセットとかね追加しておくといいかなと思います。まあ、よく使うっていうのもそうなんだけど、まあ、たまに使うから、ちょっと変えんのめんどくさいなとか、そういう時に使えるかなっていう感じですね。っていう感じで、まあ、アイテムのハンターマイセットですね。これかなりでかいっていう感じになっております。てな感じで、まあ、アイテムボックス以外にもね、まあ、いろいろ追加されてたり、まあ、回連戦もね、パワーアップしてますんで、まあ、そういうとこも、おいおいね、まあ、解説できたらいいかなと思っております。ということで、まあ、今回ね、こっちですね。まあ、やっていきましょう。霊気を滑るもの、ということで、いや、セルバジーナさん、久しぶりですね。まあ、やっていきました。竹木炎よ、待っていたぞ。貴殿に討伐してもらいたい交流がいるのだ。相手は、漂流、イベルカーナー。万物を凍てつかせる脅威の存在だ。一刻も早く討伐せねばならん。我が討伐に行く予定だったんだが、急遽別の任務が来てしまってな。はい。いや、急遽ですか。なるほど。ヘルブラザーズみたいな感じ。あの、お腹痛くなったからみたいな。ちょっと待って、あの、ガルクのさ、イベルカーナ笠木邪魔くさくね。マジ翼でかすぎだろ。で、他の特命騎士も多忙で、実力を考えると頼めるのは貴殿を置いて他にはおらぬ。では頼んだぞ、竹木炎。その燃え盛る熱き心で、漂流の氷を溶かしてしまえ。いや、この人クールな感じだと思ってたけど、意外と熱いこと言いますね。心は熱血みたいな感じですかね。準備ができたら、ちっちゃ姫からクエストを受注するのだ。はい、行ってみましょう。ということで、じゃあ行きますか。漂流出現です。キジンさん、イベルカーナの討伐依頼がセルバジーナより届きました。万物を凍てつかせると言われ、その部列は巨大な氷を出現させるとか、まさに霊気を滑る存在ですね。古い書物でしか読んだことのなかった存在が、まさか王国に迫り来るなんて、ちっちゃ恐ろしいです。ですが、キジンさんなら絶対に大丈夫です。何を根拠に。
何を根拠に言ってるんだい。今までどんな困難だって乗り越えてきたんですから何を根拠に言ってるんだい。そんなに信じていいのかい。お帰りをお待ちしております。どうかお気をつけて。はい、なるほど。え、緊急クエスト来ましたね。おお、アイコンかっこよくね。アイコンかっこよくね。まあ若干さ、ドスバギーに見えなくもないんですけど、まあ普通に色合いとかかっこいいですよね。まあ、翼んとこのさ、氷まとってる感じの青い線がシュシュシュって入ってるやつ、いや、ここいいな。へえ、かっこいい。氷冠のフラーズダルムということでね、来ました。で、依頼主バハリさん。おお、鬼人緊急事態だ。公式の記録が皆無ってレベルの幻の古竜が寒冷群島に現れた。いや、わざわざ新大陸からお疲れ様です。漂流イベルカーナ、まだまだ解明されていないことが多くて調査する必要がある。討伐をお願いするよと。新大陸から調査結果とか来てないんかね。まあいいですね。じゃあ行ってみましょう。あ、今回盟友も行けるということで、あ、本当はさ、ちょっとアイスボーン仕様な2人みたいな感じで挑みたかったんですけど、アイスボーンっぽい人いないんだよな。若干このガレアステートフとかアイスボーンっぽいけど、若干ちょっと雰囲気違うんだよね。ということで、カムラの里から選出、日野江さんとうつさん行きますか。いや、来ました、氷冠のフラーズダルム。いや、かっけえアイコン。で、まあ実はですね、まあツイッターの方でちょっと言ったのかなと思うんですけど、プレステ5購入しまして、あ、届いたんですよ先日。あ、ツイッターの方でね、来たーっていうなんかツイートしたと思うんですけど、まあ、その後ですね、まあ、アイスボーンのデータとか、まあ、移行して、まあ、プレステ5でね、まあ、アイスボーンやってたんですね。まあ、結構ミラボレアスとか、まあ、結構やってたんですけど、まあ、一応ですね、イベルカーナの歴戦王と普通のやつ行きましたので、まあ、一応予習はバッチリですね。はい、ということで、まあ、頑張っていきましょう。はい、飯ですね。やっぱさ、新大陸の飯見ちゃうとさ、お団子きついんだよな、本当に。お団子食うの飽きたみたいなところなんですけど。まあ、今回ですね、氷属性ということで、まあ、こちら、氷耐性ですね。やっていくといいかなと思います。あとは、普通に短期系を、まあ、こんな感じでね、行ってみましょう。OK! ということで、装備の方を見ていきましょう。こちら武器、ピュリフワイということで、火属性特化ハンマーになっております。攻撃力310ついてまして、回連性でプラス20になってるのかな。で、まあ、切れ味もね、まあ、白ゲージちょっと長くて、まあ、ため変化言うとは結構相性いいですね。あとは、まあ、この属性値ですね。素で75だったかなと思います。回連性でプラス43かな、されております。で、まあ、スロットレベル3まで空いてますんで、まあ、結構いいのをつけられるかなと思います。あと、百竜装飾品もですね、レベル3とかつけられるんで、弱点とか属性とかね、まあ、結構いいかなと思います。ということで、今回の百竜スキル、弱点特攻属性。で、多分ね、イベルカーナは、結構属性通るんだよね。まあ、特にね、この氷まとってる部分とか、まあ、氷剥がすのにね、まあ、属性結構効くかなと思います。確かね、氷をいっぱい剥がすと、ルナガロンみたいな感じでね、ダウン取れるのよ。まあ、そういうとこもね、今回狙っていきたいですね。で、と、回連星と。まあ、今回のアップデで、ちょっとね、強化されまして、まあ、かなり強いよね。で、と、まあ、攻撃力プラス20、属性が43で、切れ味がプラス10とついております。新しいシステムとして、回スロットですね。スロット増やした時も、なんかボーナスみたいのがついて、切れ味強化とかね、はい、ついたりします。まあ、そこのところいいですね。ということで、防具の方ね、見ていきましょう。上から、リバルカイザー、ネフィリム、シルバーソル、マガヨルオン、インゴット X となっておりまして、お守りがですね、攻撃3、スタミナダッシュ、レベル3、で、スロットに、亀裂耐性、レベル3ついておりますと。まあ、スタミナダッシュはね、まあ、正直あってもなくても、まあ、どっちでもいいので、まあ、攻撃レベル3の、スロット4つが空いてるやつがあれば、まあ、組めるかなと思います。ということで、スキルの方もね、見ていきましょう。はい、こちら。で、まあ、今回ですね、属性特化系ということで、まあ、こちらの非属性攻撃評価、快進撃属性、あと、まあ、エンリンの恩恵とかね、
あと弱点と属性もついておりますと。まあ普通に火力スキルとして、攻撃7、見切り7、超過心弱点特攻、あとはまあ妨害修羅とかねついておりますと。あと災害転覆かな、はい、ついておりますと。でと、まあ、今回のね、切れ味スキル枠が、まあ、達人芸っていう感じですね。はい。まあ、多分、会心 90% ぐらい。で、まあ、お供のね、強化方向の術とか入れると100% いくので、まあ、結構発動はできるかなと思います。で、まあ、普通に気絶耐性とか、かけぬ使いとかね、まあ、剣女盤石、まあ、ここら辺便利系スキルとか入れといて、一応、マルチ用にひるみ軽減もね、ついておりますと。はい、というような感じで、じゃあ行きますか。我に導きの青い星が輝かんことを。出発。よし、来たー。なんだ？あ、ドスバギー来た、ドスバギー。おー。あ、凍ってるやん。なんだこれ、明けのシルムか。あとこっちの翼は、これガブラスか。うわー。凍っ、うわー。え？うわ、古文死んだ。古文死んだ瞬間冷凍やん。うわ。あ、来た。やばい。あー、なんと残酷な。うわー。やべえ。死んだ。死んだよ。いや、なんと残酷な。イベルカーナかっけえ。いや、かっけえな、やっぱり。うわあ、はい、到着ということで、じゃあやってみますか。はい、ということで、あ、これね、打ち消しの実、これ持ってくといいっすよ。はい、まあ、氷属性メインなんで、まあ、特にね、ハンマー使う場合はね、スタミナとか結構あれかなということで、いいっすよ。はい、でサブモンスターがラージャンとマガイマガド、やばいね、この強い僧侶の二人組ということで。いや、いいですね。マンドラゴラ欲しかったわ、今。ということで、まあ、ラージャン僧侶から始めてもいいかなと思ったんだけど、まあ、こっちから行くか。もう見ちゃおうぜ。見ちゃおうぜ。後には取っておかない。もう見てしまう。あ、いた。普通に綺麗だな。なるほどね。まあ、昨日までさ、ちょっとアイスボーンで遊んでた関係上、あれなんですけど。ああ、でも、綺麗っちゃ綺麗だな。あ、ああ、ちょっとこれあれだわ。水落ちむず。マジで。なんか方向ねえのかと思ったら。あるよな、さすがにな。さすがにあるよな。はい。さすがにあるけど、わからんかった。これは？これ2連ブレスじゃない。なるほど。端っこ突き刺しゃいって痛えな。お前痛えぞ。はい。お、おい。ここにはね、この大陸にはかけり虫っていうね、かけり虫っていうやつがあるのよ。はい。ということで、スタンを取っていく。まあ、インパクトバーストね、継続させておきましょう。で、これまだ破壊してないから、あれか。あれだけど、頭のね、氷とか破壊すると、ペンニョ盤石。おっと尻尾か、なんか来る。はい。これ尻尾だね。尻尾じゃないの。ブレスナイス。落ちてくるか、これ。落ちてくると嬉しいな。落ちてこないの。さすがに落ちてくるよね。どこ破壊した今。あ、ラージャン来た、ラージャン。なんか挙動おかしいと思ったら、ラージャンが来ました。さて、僧侶を狙っていきましょうか。ラージャン僧侶、おい、弱くねえか。おい、攻撃見たいけどさ、さすがにさ、攻撃見たいけど、通常攻撃やっていい？あ、これ突進？あ、突進なんだ。で、後ろ通常攻撃は？あ、ブレスと。はい、で、強攻撃は尻尾突き刺しね。で、後ろ強攻撃はアブレスト。なるほど。ちょっと突進離脱をして僧侶狙っていきましょう。よし、オッケー。なるほどね、大体動き分かった。そしてラージャン怒ってるから火力上がってるんじゃないか、これ。
いいね、いいね。ブレス対決、オッケー、勝った。よし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 。あと2回ぐらいブレス当てて、強攻撃いきましょう。よし、オッケー。いや、結構稼げただろう。6500ぐらいは稼いだな。7000ぐらいいった。ってことは、まあ、体力の大体3割近くは持っていけたんじゃないかと思っている。インパクトバースト継続。頭の氷剥げてるわ。いいね。変入盤弱。よいしょ。当たんねえの。ちょっとね、ここら辺の当たり判定が壊れてて、じゃあ OK。 はい、これ尻尾突き刺し、もう1回で、さらにもう1回 OK からの頭。やっぱりさ、あの新大陸はさ、タメブハンマーだったからさ、このタメ変化 U のハンマー、これで殴れるってのは結構新鮮だよね。おっとで、キープスウェイとかね、水面押しやろうとしちゃったりして、あの新大陸であれだったんだよね結構被弾して死にまくってたっていうのが、まあ、現実だったんですけど、まあ楽しかったわ、久しぶりにアイスボーンということで、もうなんだい。あ、そのブレスはね、結構横まで来るのよね。でもさ、速度落ちてるよな。首振る速度もうちょっと速かったと思うんだよね。なるほど。一応まあ若干の弱体化っぽい弱体化されてるのか。速度遅くなったりとか。なのにもかかわらず、ハンマーの方はですね、タメ変化 U という、ちょっと強化されちゃってるっていう。はい、しっぽからのしっぽくるん、オッケー。これ下がってくる。はい、アブレスか。なるほど。これね、これあるのいいんだよね。この受け身、受け身が痛くないか、ちょ痛くないか普通に。あ、やばいやばいぞ。なんか調子に乗って最初さ、飛躍飲んじゃったけどさ、もしかしてやばかったんではないかまだ本気出してないよなこいつ。カーナさん、アブソリュートゼロは、あ、来た来た、アブゼロアブゼロアブゼロ来た。なんかいろいろひるんでますけど、さてこっからが本番ですと言いたげな、寝ていく寝ました。じゃあね、これあのドーピングをしまして、もう一個の方はインパクトフレーター持ってきた。オッケー。そしたら、回転攻撃からの、もう一回インパクトフレーターいく。よいしょ。あったー、腕に上がっていく。気をつけて、アブゼロ来るか、アブゼロ。アブゼロ来るんじゃね。アブゼロ、アブゼロ来た。おい、中バコン、中バコン。いいね。うわ、かっけえ。ちょっとよく見えなかったけど、青かった。とりあえず青かった。地球は青かった的な感じで青かったわ。よし。じゃあ、ここにバーストくれてやって、へい。ガンガン殴っていきましょう。あ、氷剥げたね。ということは結構弱体化されてるはず。あいち。痛い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 な。ナイス、日野江さん。はい、これブレスは結構な好きですね。さすがにさ、さすがにその新大陸ブレスは結構好きになっちゃうんじゃないか、もしかして。よいしょ。ほい、よっと、おっと。あ、これ避けんのどっち側だ、後ろ側でもな、後ろ側に避けるっつっても多分当たりそうなんで、前、内側に入るか、内側に入るか、あれなんだよな。あ、これは壁貫通するんか。オブジェクト貫通ブレスですね。 OK で、 OK っていうかさ、あの叩けてる風に喋ってるけど、あんまり叩けてないっていうねそこなんだよな、意外と頭殴れてないっていう。あ、氷くる。あ、これはスタン狙っていきたいところ、スタン狙っていきたいところ。こっち向いて、ナイス。さすがに、ああ、はい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 、壁クラッシュ
クラッシュ、ヘイ、バーストいきましょう。あ、結構殴れてんのか殴れてないのかわかんないけど、その流撃走は、激流走はさ、もうちょっと激流走、激流走いいですね。あ、これマガイマガドいけんじゃね、もしかして。マガイマガドちょっとやってみる。マガイマガド総流すっかな。でさ、あの達人芸意外と効いてるんじゃない？あんだけ殴っててさ、この消費量これだけだもんね。はい。でちょっとこれと、これも取って、イベルカーナの落とし物も取ってあげて、あ、ちょちょちょ、ラージャン総流来た。マジか、マジか、マジか。じゃあこっちでいいわ。じゃあこっちでいいっす。すいません。すいません、マガイマガドさん。じゃあこっちでいいっす。はい、あ、ちょ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 、もう一回ぐらいいける。あ、ちょっと大技入れさせて、オッケー、いいね。いや、結構稼げてんじゃないの。よし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 、きた。頭からドガン。びっくりした、背後にイベルカーナいるからびっくりした。あぶねえ。インパクトクレーターまで行きたかったの。これズカーンってくるやつ、近づいて殴っていく。これは、これ広範囲ブレス、はい、いいね。はい、突進が、あ、いや、激流走の頻度高いな今回。サクヤさんいいですね。そしてもう瀕死になっちゃってるんだよな。激流走カモン、激流走 OK。じゃあそしたら俺はですね、ここにインパクトグレーターを叩き込んで、これフィニッシュかな、これで。よいしょ、まだだったわ。まだでした。頑張っていきましょう。これ任せた、多分マガイマガドさんの総流来るから、あの撃つ指揮官来る前に倒そうぜ。撃つ指揮官来る前に片付けようぜ。これあ、まだか。あ、結構早いね。ヒップスウェイが連れてきた。普通にイベルカーナ総流なんだ。そういう感じですか。じゃあどうしようかな。なんか絵になるとこでぶつけてえな。9番行く ?9 番。やっぱさ、雪でしょ。やっぱ雪山っしょ。9番行きましょう。からの、いや、氷でしょ、いいね。氷でしょ、はい、無属性、いいね。で、OK、最後、インパクトクレーターで終わらせたいな。よっしゃ、これでいけるか、一応インパクトクレーターで終わる。もうちょっと耐えてほしかった。まあいいでしょ。いやー、いいな、とりあえず倒した。まあ、今回さ、ちょっとため変化U でね、まあ、挑めたっていうのもあるんですけど、まあ、鉄柱主義使えるの結構新鮮だよな。いや、いいわ。いや、かっけえ、やっぱイベルカーナ。いや、やっぱこっちに来てもさ、この色合い的には、綺麗なの変わんないんだよね。はい、ということで、素材、お、ぶんどってきたね。来ました。こいつのハンマーとかかっこいいからさ、作りてえな。よし、いいね。まあ、装備見る前にストーリー見とくか。さすがの腕前だなってことで。王竹木炎、我に代わってイベルカーナを討伐してくれたんだな。心より礼を言うぞ。さっきぶりみたいな感じですけど。いや、いいですね。王国を救った後もとどまることを知らず、腕を磨けられていくその腕前。匿名騎士としてスカウトしたいほどだ。ほう。ふふ、そのようなことをしてはカムラの里に無礼であるな。今の話は忘れよう。いや、別にさ、匿名騎士のなんか調査とかも気になるから、そっちもちょっと見てみたいところはあるけどね。さて貴人、それとは別に貴殿にだけは伝えておきたいことがあるんだ。起きたか、伏線回収きたか。我ら匿名騎士は現在王女からの極秘任務を進めている。
とあるモンスターの追跡と調査だ。ほう。この任務が難航を極めていてな。未だ捕捉にも至らず。マジで。ガイアデルムの方が捕捉簡単だったってこと？マジか。もうしばらく時を要するであろう。ほう。ただこの先危険な事態へと陥ったならば、貴殿の力を借りることになるやもしれん。このことを頭の片隅に留めておいてくれと。いや、次のアップでの伏線来てますね。ということで、討伐お疲れ様。お？元気してる？キリンさん聞いたよ。あのイベルカーナを討伐したんだってね、と。実は私、イベルカーナ素材の加工法を調べてたんだけど、面白い話を見つけてさ。なんでもその素材を使った武器はイベルカーナの防具と一緒に装備すると、さらなる進化を発揮するみたい。おぉ、ここに来てセット装備か。力になること間違いないし、試してみるっきゃないね。イベルカーナの素材から作られる武器は、スキル表記錬成が発動しているとき、納刀中に表記ゲージが溜まりやすいという特殊、表記錬成に追加効果が入るのか。このイベルカーナ武器って。なるほど。とりあえずさ、武器見たくね。あった。いや、来た、ノースライン。ノースライン来た。スロットレベル4と、百竜組織もレベル3。いや、いいですね。氷属性ハンマーの中では、どうなんだろう。紫ゲージ出てて330。多分、ゴシャハギハンマーと、晴れるかな。この性能、もしかして。ゴシャハンマーがさ、会心マイナスだから、その分考えると、多分、整備次第では、まあ、こっちの方が強いまでありそうだな。まあ、今回のアップデートで、回連戦もね、強化されたんで、いや、ここら辺いいんじゃないか。進撃せよ、進撃せよ。氷河を砕き、果ての果てまで、狂気を高めやすい性質を持つと。なるほど。で、まあ、表記錬成とマッチしてるよ、みたいな感じですね。で、防具の方が、ラビーナ、来た、ラビーナ、来た。見た目は変わってないか。変わってないか。なんかさ、腰んとことかさ、ちょっと、ラメ入ってるというか、透明度、光沢上がってるような気がするんだよな。いや、いいね。で、スキルが、いや、いっぱいついてんだけど。マジか、いっぱいついてるわ。あ、表記錬成のこのスキルの色変わってね、もしかして。白になったわ。納刀中徐々に、表記が溜まり、攻撃が強化される。近接が当たる、または矢、弾を発射するたび、表記が失われていくと。まあ、これは効果とかはちょっとまだわかんないですけど、システム的なところでは、まあ、アイスモンの時と一緒かな、みたいな感じになっておりますね。で、まあ、地味に氷属性強化レベル5もついてるのか。へぇー。で、快進撃属性、弱点特攻属性。ほう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 。いや別にさ、これ体験じゃなくてもさ、普通にハンマーでも使えそうなんだが。いいね。で、スロットとかどうなの？スロットが、あ、31、421、あ、321、332。ほう、332。で、41と。なるほど。で、回錬成とかはどうなんだろう。まあ、この、剣士だとさ、この装填確証とか捨てて、まあ、スロットとかスキルとか持って、たりとかかな。まあ、ラビーナのここら辺はさ、回錬成でスロットとか増やせると結構強いかもしれないよね。あとこれも強いか。抜刀技3。表記錬成入ってんだよな。表記錬成がレベル3までだから、ここか、やっぱり。どう腕腰が固定されるみたいな感じだね。なるほど。で、この足強くね。足スキルおかしいだろ、これ。で、スロットレベル4も空いてるし。いや、ちょっとおかしいっしょ、これは。氷属性いらないんだったらさ、あれじゃん。スロットとかつけて、他のも組めるわけでしょ。いや、やばいじゃん、これ。へぇー。で、装飾品どうなの？あ、来てる。先鋭？あ、先鋭、スロ2で来んのか。あと逆上。これ、逆恨みか。あ、逆恨み来たんか。いや、これ嬉しいね。まあ、福間装備でもさ、レベル上げづらいっていうのがあって、あれだったんですけど。いや、これは嬉しいね。で、まあ、先鋭もさ、挑戦者信者にしては結構嬉しいんだよね。って感じになっております。はい、ということで今回は無料タイトルアップデート第4弾バージョン14が来たということで、イベルカーナ証券討伐ね、行ってみました。
まあ、イベルカーナ追加されただけじゃなくて、まあ、システム面もね、結構強化されてたんで、いや、すげえテンション上がってますね。まあ、今後のアップデートの伏線もね、まあ、聞けたんで、まあ、よかったんじゃないかなと思います。ってな感じでですね、今後もバージョン14の新情報とかもね、まあ、絡めつつ動画を出していこうかなと思いますんで、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それじゃあ今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。